あの僕あのバリュー事件ってあったじゃないですか。で、あの一番有名な有名な炎上があったんですけど、あの時に僕のフェイク動画が上がったんですよ。コーランを燃やすっていうフェイク動画が上がったんですよ。それがイスラムの国でバズったんですよ。で、僕警察から連絡が来て、いやこれ本当なんですよ。来て、ヒカルさんあなた世界で狙われてますっていう。だからあの本当にこれあなたなんですかって来て、いや違いますと。フェイクですと。で、じゃあこれ犯人特定するために動くので、はい、あの一度警察署来てもらって話してみたいな。僕1ヶ月ぐらい警察行って、でそれでその半年後ぐらいに連絡来たんですよ。はい、警察署から。何だろうと思って忘れてたんで、もう普通に。そしたら結果犯人見つかりませんでしたで終わったんですよね。え、じゃあ今でも狙われてる？いや、さすがに狙われてると思うけど、当時はやっぱちょっと加熱したらしい、一瞬だけ。これ怖いよ。そう、で俺一瞬だけ狙われたことあった、怖っと思って、さっきの話聞いて。じゃあ半分金髪の人どっかで殺されてんだ今。そうですね、多分同じ人が多分ワンチャン光ると思われてやられてるはずありますね。世界のどこかで、はい。